桜ローレルの新作コミカライズが3媒体同時掲載が決定、に対するみんなの反応。私の漫画の掲載誌が発表されました。ヤングジャンプと隣のヤングジャンプとジャンププラス好きなところで読んでくださいね。ジャンププラスありがたい。そんな、悔い改めろ。君にはブルースカイがあるじゃろ。各週掲載？スクエアだと思った。ジャンプラ連載は集英がかなり入れ込んでくれてますね。ジャンプラにも来るのかありがたい。これで面白くなかったら辛いんだが大丈夫なのだろうか。そんなんここで言われましても。ジャンプラなら読む人多そうだ。ヤンジャンだとシングレと勝ち合うのでは？紙媒体での連載はないっぽいですし。ヤンジャンでやるって言って本誌に乗らないパターンはないでしょさすがに。集英社は本当にいい拾いものしたな。YJ 最速でプラスは1週遅れのパターンかな？シングレと一緒に読めるのはありがたい。集英社は味を占めたか。もっと味占めろ。ありがとう。ジャンププラスで連載してくれるのめっちゃいいな。許せなかった、再現原作の漫画がサイコミに連載されないなんて。ヤンジャンでやなくヤンジャン。でやるって言ってるからアプリ限定だと思うわ。そういう区分けだったんだ。アニメにもアプリにもまだ一度も出てきてない子を主役にして大丈夫なのかな。だからこそ顔を売らないといけないだろう。誰も勝てないと思えるくらい強いナリブが見たい。ジャンププラスは完全無料でいくらでも読めるんだっけか。サイゲームスはサイコミを差別するか。ヤンジャンにはすでにシングレがいる。ヤンジャンが馬娘に乗っ取られちまう。サイゲ的にも気心の知れたところに頼むのがいいとなったんだろう。ヤンジャンの方もシングレがすでに当たってるから力入れてくれるはずだ。そもそも本誌でやるなら訳さずヤングジャンプって言うよ、失礼だろ。YJ じゃなくてヤンジャン、ってヤンジャン漫画載せてるアプリだから紙媒体では今のところ乗らないと思う。先読みしたら永久無料だからデイズで配信してくんねえかな。シングレ単行本派でローレルはせっかくだし最速で追いたいけどアプリとかあるのかしら。リハビリシーン多そうな漫画。それはそれとしてエッチな子だね。オグリキャップ、サクラローレル。集英社さんの好みとは？三つも同時掲載か。よっぽど儲かるんだな。集英社の漫画は全部ジャンプラに統一してくれんか。アプリで読めるのはありがたい。ヤンジャンが週刊馬娘になってしまう。サイゲは腕利きの漫画家原作家を紹介してくれる。ジャンプはノリノリの馬娘人気に乗っかれる。ウィンウィンってやつだ。作家は集英社の人じゃないの？ヤンジャンはシングレとバプーキにしかコイン使ってないから結構溜まってる。集英社的には飛んだ当たりくじだったろうし。シンデレラグレイめちゃくちゃ当たってるからなぁ。力入れればあれくらい当たる可能性のあるコンテンツと見ればそりゃ注力するだろう。シングレはまず作画担当が大当たりすぎた。くすみ先生はいいもの食べてね。ジャンプラってことはハイパーインフレーションの同窓ってことになるのか。ヤンジャン、枠田とバスエと同窓だぞ。オグリキャップの王道スポコン成り上がり路線と比べると難しそうなのがちょっと不安だ。なんかこの子雰囲気がエッチだな。いやなんでこんな人妻みたいな見た目してんだこの子？ローレルエッチすぎるから楽しみだ。この子そんなに漫画主人公しやすい子なんですか？そこはわかんないけど田原はローレルのこと主人公だと話してた。ガチで死ぬところから復活したというところはドラマチックではある。大器晩成というか苦労の多いけどめちゃ強いぜ、枠だ。稲荷ワンとローレルが主役に。ポイント貯めとかないとな。ローレルというかあの時代はトップガンとかナリブとか主人公力の高い奴らと。騎士アマゾンやらトロットサンダーやら。騎士アケボノやら大気ブリガードとかのキャラが濃い奴らが揃ってるし物語にしやすいと思う。それで、全員ちゃんとお出しできるんです？ライバルとの激闘、挫折からの復活、集英社が好きそうではある。でもこの娘の話ってどうやってもクソオツなのでは。
何気に海外に行っている馬の馬娘が主人公になるわけだが、タイミング的にサイゲはそこを海外レース実装とかぶせてきそうでワクワクしている。かっこいいマヤノとマベチンが見れるなら俺はなんだっていいぜ。万全ならトップガンより強い。マヤノは竹豊からは名馬らしさがなかった的な評価だったんだよな。とにかくひ弱ですぐ熱出して寝込んだり骨折したりする。それでもちゃんと走れば誰にも負けないんすよ。今更だが史実交えながらシナリオ買って大変そうだね。クソ打つからの復活劇は脳みそに効くのだ。バブルガムフェローっぽいのも来るのか。風船ガムガールちゃんか。よく考えたらローレルのキャラまだ全然わからないな。病弱強キャラ？いつもごほごほ咳込んだり血吐いたりするやつ？ローレルが血を吐いた。爆心王と千代の王の前例からなんか強烈なキャラ付けを渇望されたらあかんかったんや。謝れ、ブライアン、ローレルさんに謝れ。平成最後の三強扱いされるマベマヤのローレルのしのぎを削る戦いが見たい。オグリキャップの物語と桜ローレルの物語が同時に楽しめるって書くと何か豪華に感じる。ローレル以外にもあの頃ブライアンに挑もうとした馬たちが見たい。千歳王は絶対に出してくれ。せいちゃんコミカライズはもう完全に流れた扱いでいいのかな。やるとしてもリメイク必須だと思う。今アニメ一期のサイドストーリーをやってもね。フランス遠征どうすんだろ。史実通りやるといくらなんでも後味悪すぎる形で話が終わるから、やるとしたら多少は改変入れてくるんじゃないかな。序章で幼き日のローレルがクラシック戦線をかけるスター王に出会い憧れ、そしてあの有馬を目の当たりにするんでしょう。ジャンプラの性癖とヤンジャンの青年誌枠が合わさり H な漫画に。うちは大手なのでいい関係築けるかと思いますが。何会議やってんだよ。もうね、それおじいちゃんにしかわかんないやつですよ。一年経って既存組の実装も落ち着いてきたので新キャラ発表します。新キャラを皆さんに知ってもらうためにメディア展開もセットです。シングレで麻痺してるけど、ゲームのコミカライズって100作品に1つ当たるかのレベル。ウェブとはいえ3紙で連載とかそんなに力入れて大丈夫なんです？こういうなりもの入りで始まるやつは滑りそうで怖いんだよな。シングレの大ヒットと今の馬娘ブーム見たら力入れたくなる気持ちはわかるし、普通はするよ。ゴルカライズもそのうち実現するといいな。最近マシンガンみたいに新規情報出すな。拡大中のコンテンツの勢いの凄さよ。停滞しないように走り続けてくれ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。